皆さんこんにちは。プログレッシブサイエンスニュースのお時間です。中の人が喋らないタイプのフリー素材の VTuber ナンバーセブンこと7が電子の海からお送りいたします。このチャンネルでは日々進歩する科学の最新情報をニュース番組のようにスタイリッシュに、そして分かりやすくお伝えします。本日のニュースはこちら。ブラックホール特異点問題解消、ホワイトホール理論再浮上。シェフィールド大学の研究チームは、一般相対性理論から導かれる重力強度、密度、時空曲率などが無限大になるブラックホールの中心点、ブラックホール特異点について、特異点の名の通り局所的に物理学が破綻しているということに対し、内部平面ハンドジッターブラックホールモデルを利用したほぼダークエネルギーを基準とする仮定条件下におけるユニタリ性からのユニモジュラー重力における解を求めたところ、ブラックホール特異点が解消されることを発見。そして同時に、ブラックホールとは真逆の作用を及ぼすホワイトホールの存在が導かれることを発見しました。さてさて、これまた様子のおかしいわけのわからない単語のオンパレードですね。安心してください、ちゃんと前提知識部分から解説しますよ。1915年、アインシュタインが発表した一般相対性理論、その前身である完成形での記述で組み立てられた特殊相対性理論を加速度計に発展させる中で、重力と加速度 G の透過性を示す透過原理を加え、重力方程式ともいえるアインシュタイン方程式を中心に構成されたこの理論は、最も確からしい重力理論とも呼べるものでした。ニュートンの万有引力をはるかに上回る物理学的整合性を持つこの理論は、アインシュタインの奇跡の年に負けず劣らずの大センセーションを巻き起こし、自然現象の未知の部分を探求するため、この方程式から導かれる解を世界中の科学者が追い求めることになります。そんな折、発表から翌年の1916年、カール・シュバルツ・シルトが光すら脱出できない超重力天体の存在を示す解を導き出しました。そしてその未知の天体はブラックホールと名付けられることになります。その後も別々の人物により様々な条件でブラックホールの解が導かれることになりますが、その発端となったアインシュタイン自身は、数理上出てくるだけでブラックホールは実際には存在しないと考えていました。その大きな要因は、解の特性としてその中心に重力強度、密度、時空の曲率などいくつもの軽量において数値が無限大に発散するという特異点が発生するということがあるからです。特異点とは数学における概念で、微分可能性や解析性が欠如するなど数学的に様子がおかしくなったり、数学的対象自体が定義されていない点のことです。簡単に言えば、前提か条件もしくは式自体にどこかおかしい部分があるっぽいから、一旦見直した上でそれでも出てくるならとりあえず除外して考えるような要素のことです。ただし、全科学である物理学の場合、実際にある現実の事象を求めているため、ある方程式において特異点が出てくるからといってその事象が本当に起きないとは限りません。代表的なもので言えば、プラントル・グロワート特異点というものがあります。空気中央物体が高速で運動して音速に近づくと、断熱圧縮により温度が急上昇していきますが、音速に到達すると今度は急激に低下します。この現象をプラントル・グロワート変換という流体力学における数学的手法を用いて表すと、音速に近づくと圧力係数が無限大に発散する、つまり特異点が現れます。これがプラントル・グロワート特異点ですが、これをそのまま現象論的に解釈してしまうと、物体は決して音速に到達せず超えることもないということになってしまいます。しかし、飛行機やロケットでご存知の通り、物体は空気中で音速を超えます。この問題は今では解消されており、実際には圧力係数も有限となることが分かっていますが、ということは、一般相対論におけるブラックホール特異点も同質の問題である可能性があるということになりますね。しかし、いかんせん一般相対論の解を求めるための条件には不明点が多すぎるため、ブラックホールが存在するかどうかということは何とも言えないということになってしまいます。特に古典物理学としては、一般相対論を超える基礎理論を考えるということでもあるため、それは並大抵のことではありません。なので、
古典物理とはまた別の考え方、量子力学で考えるという流れになります。この取り組みの中で量子論の大家であるペンローズやホーキングは、特異点が事象の地平面に包まれることにより一般相対論の厳密解が特異点を含むことは妥当であるとする数学的証明を発表しました。これを特異点定理と言います。つまり一般相対論とこの時点の量子論の観点では、この特異点定理により特異点は特異点のまま存在してもいいということですね。ただそれって結局本質的にはわかんないってことじゃんとも言えます。このことについて量子力学に深く関わってくる情報という部分で矛盾点が表出してきました。特異点定理から派生したブラックホール熱力学では、ブラックホールの性質はブラックホールに吸い込まれた物質とは無関係に決まります。特異点は何でもありなので、事象の地平面を境界とすればそれでもいいとも言えますが、その境界を観測するこちら側、つまり我々の側からするとそうとも言えません。それはその物質という情報が消えたことになるからです。量子力学では重ね合わせの情報が消えて観測結果として一つの情報に確定する量子でコヒーレンスという考え方がありますが、ブラックホールでの情報が消えるというのはこれとはまた別の意味の消えるになります。例えば相互作用したことのある電子対の片側がブラックホールに吸い込まれた場合、スピンの情報も消えるということになります。電子の片側を観測して上向きスピンだったならば、もう片側は下向きスピンという関係は必ずワンセットでなければ量子力学が破綻します。つまり片側が消えるというならもう片側も消えるということになり、それを観測するということも相互作用したということになるので観測者も消えてしまいますね。これをブラックホール情報パラドックスと言います。これについてはその後ホログラフィック原理などで一応の解決に向かいますが、もう一つ割と突飛な発想の解決策も提案されていました。ブラックホールに吸い込まれて情報が消えることに問題があるならば、どっかから出てこればいいという発想です。これがホワイトホールです。ホワイトホールはブラックホールと対になる真逆の性質を持つ天体で、ブラックホールと量子相関的なワームホールでつながっています。つまりブラックホールが吸い込んだ分ホワイトホールから放出されるということで、この宇宙のどこか別の場所もしくは別の宇宙に存在するとすれば、とりあえずの辻褄は合います。ただ問題はそう考えるとブラックホール情報パラドックスが解消されるというだけで、これを証明するためには実際にそういった天体を観測するか、限りなく確からしい理論により論証する必要がありますが、今現在までホワイトホールらしき天体は全く見つかっておらず、論証するためにはそもそも特異点問題を何とかしないといけないので、研究自体は行われているものの、あまり目覚ましい議論は見込めない状況となっていました。今回の研究はもともとホワイトホールを仮定して行われた研究ではないのですが、量子力学的なアプローチで特異点を探ったところ、なんとこのホワイトホールが現れたのです。現在ではブラックホールが発見され撮影もされていますが、ブラックホールというほかないくらいには観測事実が立証してはいるものの、ぶっちゃけあれが本当に理論通りのブラックホールなのかということは実際まだ完全には言い切れません。そのためブラックホールについて考える場合は理論モデルを選択して考える必要があります。ブラックホールの理論モデルにはいくつものバリエーションがありますが、モデルの性質を分ける大きな分類基準としてユニタリー性という概念があります。ユニタリー性とは簡単に言えば物理学的状態の確率が正の値を持つことです。ユニタリー性を持たないモデルでは負の確率というちょっと意味のわからない状態が出てきてしまうので、今回のような数理自体を探求するというのではなく、半古典論的に特異点を解析して特異点ではなくすることを目指すといった数学的用法ではユニタリー性を持つモデルが適しているというわけですね。そして選択されたモデルは内部平面ハンドジッターブラックホールというモデルでした。これは簡単に言うとブラックホールは実際には3次元の球形のはずですが、記述しやすくするため一般相対論の重力と量子論のその他の力をまとめてぶち込み2次元平面に簡略化して考えるというモデルです。そしてこういったモデルで考える場合、一般的にはよくわかっている性質のもの、つまり通常物質とも呼ばれるバリオンを基準とすることが多いのですが、今回の研究では
未だ未知の領域であるダークマターとダークエネルギーも含め、その共通する性質である重力相互作用を基準とするというアプローチが行われました。つまり量子論をぶち込んだ上でユニタリー性を持つ一般相対論の試験強化版の重力理論みたいなものが出来上がるわけです。これがユニモジュラー重力です。ところで現在予想されているこの宇宙を占める核要素の割合は、バリオンが約 5%、 ダークマターが約 25%、 ダークエネルギーが約 70% なので、これはほぼダークエネルギーの性質を基準とするということになりますね。そんなこんなで、こうした前提条件において解析を進めた結果、なんと特異点を解消することに成功しました。しかしそれだけではなく、その解析結果には少し様子のおかしい部分がありました。ブラックホール特異点をそのまま解釈すると、時空や物質など全てが終わる点とも言えます。今回の研究結果においてもそれはそのようにも解釈できるのですが、それはこの宇宙から見た場合ということを示していました。つまり今まで特異点としていたものとは逆に、別の全てが始まる点が存在するということが示されていたのです。そう、これはまさにホワイトホールですね。要するに特異点を解消してみたところ、今までブラックホール特異点としていた部分に到達した情報は別の宇宙のホワイトホールから出てくるということになります。先ほど述べたホワイトホールに関する一つの眉唾シナリオ、まさかの再浮上ということですね。そして仮にこの結果が正しいとした場合、別の宇宙のブラックホールに吸い込まれたものがこの宇宙のホワイトホールから出てくるとも言えます。そうするとやっぱりホワイトホールを見つけないと話にならないと思いがちですが、考えてみてください。この宇宙は我々観測者にとってすでに全てが始まっています。そして時空の曲率が大きく変動するブラックホールモデル、それも中心点において、時間を基準にして時系列的に物事を考えることに意味はありません。つまり別の宇宙のブラックホールがこの宇宙のビッグバンの原因だったとも解釈できます。なんか一般雑誌のニュートンで見たことあるようなシナリオですね。せっかくなのでさらに妄想を膨らませてみましょう。先ほど出てきたホログラフィック原理を応用したホログラフィック宇宙論では、我々観測者はブラックホールの事象の地平面に張り付いた情報の一部であるという解釈があります。これを今回の結果と合体させると、我々の宇宙のブラックホールが別の宇宙の始まりであり、また別の宇宙のブラックホールがこの宇宙の始まりとなり、仮にこの関係を外側から計算で導ける別の観測者がいたとすると、その観測者も結局事象の地平面に張り付いた情報ということになり、全ては無限のブラックホールに包含される存在ということになりますね。もはやこれは一つの巨大なブラックホールなのか、複数のブラックホールの連鎖なのかという軽量的思考自体が意味を失います。ブラックホール特異点を解消したら、あらゆる全てが特異点になってしまいました。無限包含ブラックホール宇宙論とも名付けますか。やはり物理学からは最強の SF が生まれますね。今回の研究は過程が多いことから、そのまま大注目とまではいかないまでも、仮にも重力特異点を解消し、そこからホワイトホールが出てきたというのは非常に興味深い知見です。これも物理学の発展の大きな助けの一つになることは間違いないと言えるでしょう。皆さんは今回の結果を知ってどんな SF を妄想しましたか？ぜひコメント欄に執筆していってください。今回の研究論文は現在アメリカ物理学会誌においてオープンアクセスとなっています。どなたでもご覧になれますので、より詳しい内容を知りたい方はぜひアクセスしてみてください。それでは今回はこれでお別れです。気に入りましたらまたお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。オツグレッシブ。この動画は我が国における科学知識の一般理解及び科学知識のエンタメ活用を推進するプロジェクト PSN ほとばしる科学講座とご覧のスポンサーの提供でお送りしました。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。